イツ人弁護士移籍金は、取り戻せない。14日に不同意性交容疑で逮捕された日本代表ミッドフィルダー佐野海舟。佐野は今夏 J1 鹿島からブンデスリーガ、マインツへの移籍が決定していた。現時点でマインツから佐野の処遇は発表されていないが、現地シアルゲマイネ、サイプングでスポーツ法に詳しいアレクサンダー、ベルクワイラー弁護士がマインツへの影響について見解を述べた。ベルクワイラー弁護士はまずは佐野海舟本人の話を聞き、事実関係の確認をアドバイス。日本の裁判所が有罪判決を下ろさない限り、推定無罪が適用されることを指摘し、もしも有罪判決が下された場合はマインツは移籍金を取り戻すことはもうないだろう。合意があった時点で、雇用契約書や移籍契約書はすでに署名されていたのだから、と説明した。続いてベルクワイラー弁護士は、訴訟が終了する前であっても予告なしの解雇は可能とのこと。禁錮のケースは、能力不足を理由とする解雇の一つ。被疑者の責任ではなかったとしても、裁判が続く中のある時点で、雇用主にとってその選手を雇い続けることが不合理であることが認められる、と述べた。マインツが鹿島に支払った移籍金は250万ユーロ約4億3000万円、だという。今後数週間、数ヶ月間にマインツが給与の支払いを止め、最終的に予告なしの解雇を検討するかどうかが明らかになるだろう、と締めた。いやかわいそうすぎる、もう鹿島はお金返してあげろよ。佐野と共にいた二人のうち一人は認めてないみたいだな。今後の日本人のドイツ移籍に影響なければいいけどな。せっかく長谷部や内田が信頼作ってくれたのに。佐野広大が一番かわいそう。兄貴と代表でボランチコンビ組みたいとか言ってたのに。日本でインコをやらかした菊池直哉がドイツで復帰してるから比較的寛容なのかと思ってた。まあ十中八九解雇だろう。不起訴になったとて復帰できるのかな。世界の事例で逮捕されたり前科のある選手が復帰して代表まで来た例ってあんのかな。その回収はめられた説あるけど、それでもバカだよな。本当にもったいない。一番の被害者はマインツです。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。